吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。新たなアイコム式ユーターが出たので開封したいと思います。底砂利は付属しません。僕が買ったアイコム式ユーターはこちら、水作から発売されております、水作ジャンボハーフ。まずは仕様とスペックを語らせてください。対象濃い金魚、メダカ、中大型魚、適応水槽60〜90センチ、原産国タイで価格は5980円でした。特徴としては1983年の発売以来、プロデュースを中心に人気の水作ジャンボに60センチ水槽のセット可能な高さ2分の1のハーフサイズが登場。魚種や飼育環境に合わせて4タイプの突出口を選択することができます。使用方法としては記載してなかったので後ほど説明書を見ています。最後に充電率は、本製品は水生生物飼育専用です。他の目的では使用しないでください。本製品は別のエアポンプと接続することで作動します。重いの砂利は別売りです。1〜2センチ程度の大きさがおすすめです。屋外でご使用の場合は、屋外でも使用可能なエアポンプをお使いください。ともと、それでは箱の外観から見ていきたいと思います。水作ジャンボハーフ、高性能水中ろ過装置、池江プラ船60〜90センチ水槽用、プロ仕様60センチ水槽にセット可能、池江コイ、卵虫、金魚、メダカ、中大型魚。側面でございます。水作ジャンボハーフの微生物ろ過ってことで、いつもの絵です。バクテリア植物プランクトン、動物性プランクトン、原生生物、この流れができます。水作ジャンボハーフが作り出す池や水槽内の植物連鎖は、自然の川や湖と全く同じサイクルです。安全にお使いいただくためにということで、本製品は水生生物飼育専用です。他の目的では使用しないでください。本製品は別のエアポンプと接続することで作動します。交換炉材の交換は、専用の水作ジャンボハーフ交換炉画材を、プラストーンの交換は専用のジャンボストーンをご利用ください。水作ジャンボハーフのセット例ということで、池の場合は L 型パイプを使う、水位に合わせてパイプの高さを変えることができます。このようにパイプを使ってやってます。屋外でご使用の場合は、屋外でも使用可能なエアポンプをお使いください。もちろん大型水槽も対応してます。高さは幅20、高さ 10.2センチ、突出ノズルで16センチ、ジャンボパイプをセットすると 31.5〜40センチになります。こちらは水作から入れております。それでは開けていきたいと思います。イデオ水作ジャンボハーフオープン。おー、まさかの説明書だね。炉材は定期的に水洗い交換してください。砂利も定期的に水洗いしてください。ジャンボストーンが目詰まりすると気泡が出なくなり、ろ過能力が低下することはありますって書いてあるんですけど、これ漂白剤で漂白すれば無限に再生するので、予備何個か買っとけば漂白してずっと使うことができます。水作の苗込みと同じこと書いてます。カバーの外し方は、本体を取り出して平らなところに置き、両手を使って本体カバー両側のストッパー先端を両側から同時に内側へ押し込み、底座のストッパー受けを押さえながら本体カバーを押し上げてください。ストッパーを両側から同時に内側に押し込み、本体カバーを押し上げます。ジャンボパイプセット方法ってことで、パイプフトの下からパイプ細を目印を合わせるように差し込み、上に抜きます。お好みの長さになったら、スライドパイプを軽くひねれば固定されます。エアポンプは水面より高い位置に設置してください。低い位置に設置すると、水槽内の水がエアポンプに逆流することがあります。各部の名称です。突出口カバー、突出ノズル、本体カバー、ストッパー、炉材、ジャンボストーン、底皿、ストッパー受け、専用 L 型ジョイント、突出口、スライドパイプ細、スライドパイプ太、ジャンボパイプ、ジャンボストーンはキャップありとキャップなしの状態が書いてます。本体は手よりも大きいです。重さ測ります。 467g です。形は丸です。厚みもしっかりあります。下の方には穴が開いてます。ジョイントはこう下についてんだね。出っ張りが下の方についてるので、床に置いた時に多少空間ができます。その空間から水を吸い取るという、こう下にべったりくっつかないんだね。下の穴は2ミリです。上の穴も2ミリです。これがストッパー受けなんですけど、ここのストッパー受けを押さえながら、この下に出っ張りがあります。ここの出っ張りを内側に押します。これ押さえて内側に押して、ゆっくり引き上げる。ここ押さえて引き上げる。両手でやらないとダメだな。片手だとうまくいかないわ。ひっくり返して下から押せば簡単に取れるわ。この出っ張り、これ内側に動くの分かるでしょうか。これ内側にした状態で下に押す。そうすると取れます。結局何が言えるのかっていうと、ちょっときついっていうのがあるんですよね。高さをハーフにするだけじゃなくて、ここをもうちょっと簡単に外せるようにしてくれれば作業効率は上がるんですけど、ここでなかなかっていうのがあるんで、ここ硬いんですよね。してジャンボストーンかなりでかいです。穴もでかい。これが純正炉材、意外と薄いね。厚みはないです。薄いウールマットです。抜け殻はこんな感じ、洗いやすいですね。こちらが突出ノズルです。これも着脱可能。突出口カバー、
突出口、こちら伸縮パイプです。砂利が入るスペースはここだけなんですけど、砂利が入るスペースはだいたい 1.5 センチぐらい。それでは組み立てていきたいと思います。まず土台中央にジャンボストーンを取り付けます。ジャンボストーンじゃないと取り付けできないので、そこだけ注意が必要です。穴が開いてる方と開いてない方があるので、穴が開いてる方を下にして入れます。次に砂利を入れます。何でもいいんですけど、今回はパワーハウスソフトタイプ S サイズを入れようと思います。この定規がぶつからないようにすればいいと思います。これは浮いてしまうと純正の路材がうまく入らないので、深さ 1.5 センチ以内になるように敷き詰めます。あとは純正路材を上に取り付けます。これはあらかじめ洗った方がいいです。今回はまあ検証なんで。あとはカバーを上から取り付けます。突出口は4パターンあります。まずこれがカバーのパターン。カバーはただ上にこうやるだけです。こうやるともう外れなくなります。手では外せなくなるので、このようなピンセットをこの穴の中に入れて回転させて取るという。突出ノズルはただここにこうつけると、ここ少し回転する、そうすると外れなくなります。でもこれは簡単に着脱できるので洗いやすいですね。ちょっと突出口だけ洗いたいなと思ったら、こう回転して外せる。これいいな。3パターン目は突出口を取り付けます。これだけ。突出ノズルに突出口を直接つける。4パターン目は伸縮パイプの太い方をここにつけます。そうするとこんな感じになるんで、この上の部分に突出口をつけます。これは細い方と太い方があるんですけど、細い方少しこう飛び出させてこうつけます。あとはこれ角度は自由自在、伸縮具合なんですけど、ここでガチャって止まります。止まるところがあるので使いやすいですって言いたかったんだけど、結構これカパカパなんですよね。普通の水作とかジェックスもそうなんですけど、この突出口取り付けるパターンでこう回転させて好きなところで固定するやつって経年劣化であまり機能しなくなるんですよ。だから私使ってないんだけど、これもそのパターンで、多分これだけのパーツ売ってると思うんですけど、多分ずっと使ってるとそのうちここは弱いので好きなところにできなくなるんじゃないかと思います。左から水作8コア ML 水作ジャンボハーフでございます。8コアの M と L は八角形なんだけど、ジャンボは丸い形をしています。 L サイズですらものすごく小さく見える。だけれども高さはだいたい M と L と同じぐらいです。このように外して使うこともできる。だから高さの低い水槽とか亀水槽とかでも使えると思います。 M と L は上に穴開いてないんですよ、8コアの場合は。でこれは上に穴開いてます。よりこうゴミを下からも上からも吸ってくれるんじゃないかと思います。あとは底砂利が最初から入っていないのがジャンボ。 M と L は最初から入ってます。高さはちょっと大きいぐらいで、そんなに高くはないです。 L サイズの純正のマットを大きくしたようなやつがジャンボのマットです。分かりづらいんですけど、 M と L はちょっと色味黒いんですよ。これは黒くないです。 C っていうなら SML は横に L 型プラグがついてるのに対し、これは下なんですよね。毎回こうまず本体を持ち上げてエアチューブを取んないといけないので、そこがちょっと手間だね。それでは稼働していきたいと思います。使うエアポンプは強輪の C8000 です。 50Hz で 6.5 リットル毎分です。参ります。スイッチオン。おお、浮いてしまうので石を前の方と後ろの方に置いてます。突出ノズルパターンです。 6.5 リットルですけれども、かがたスポンジは下の方に沈んでます。エアリート式はやはり水流が弱い。下の方に若干空間があるのでエアチューブ潰れていないです。横じゃなく下についてるので、エアチューブを外そうとしたら毎回本体を引き上げないといけない。これが欠点。今稼働直後なので泡はでかいんですけど、1日経てばもっと細かい泡が出ると思います。 6.5 リットルだと普通は対応できないんですけど、ジャンボエアストーンなので普通に対応しているのと、あとまだここに若干余裕がありますね。もっと大量にエアを出すこともできそうです。こんだけ出すとこんな感じで水面が揺れるので、相当酸素を供給できると思います。これ60センチ水槽です。問題なく置けてます。
今4つの音を聞いてもらいましたけど、このキャップのパターンが一番静かでした。今まあ開封したばっかりなんで泡でかいんですけど、もう少し経てば細かい泡が出てくると思います。ただこれは結構泡のが勢いがあるので、まあ、金魚とか鯉ならば問題ないと思うんですけど、小型魚の場合は体表にダメージがあると思うので、突出口をつけた方がいいと思います。まあ、魚種に合わせていろいろモードを変更すればいいと思います。でこちら側に固まってます。しっかり下から吸ってます。伸縮パイプを使ったモードです。 6.5 リットル使ってるんですけど、一応突出口全体から水は出てます。ただ泡同士がぶつかってるので、もうちょっと威力が弱い方がいいかもしれません。ちょっと弱めてみるか。3、4リットルぐらいがちょうどいいと思います。6リットルだとガバガバガバって泡同士がぶつかって排水がスムーズじゃないので、3、4リットルぐらいの方がいいですね。突出ノズルに突出口を直接つけたパターン、 6.5 リットル毎分だと泡同士がぶつかってボコ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 うるさいです。ローモードにしてみたんですけど、これも結構音うるさいな。ここが丸い形じゃなくて少し楕円形の方が良かったかもしれないですね。底面式フィルターみたいに、まあ、水槽で使うとやはりちょっと音はうるさくなると思います。今ブロワーでやってみたんですけど、意外とブロワーでもいけますね。大突出動に対応してます。今かなりエア出してるんですけど、これ外れないね。パイプが太いから安定してます。泡同士がぶつかりまくるのと水面が激しく揺れるので、小型魚には合わないと思うんですけど、一応対応はしてます。内部循環の様子です。今結構エア強く出してるんですけど、ジャンボストーン全体からエアーが出てます。さすが水作です。安いやつだと上半分は出て下から出ないってこと多いんですけど、水作のプラストーンなので全体から泡が出てます。だちょっと泡がでかいのは多分開封してすぐだからと思います。明日になればもうちょっと細かい泡が出るはずです。先ほど浮いてしまったのはあのマットのせいです。あれが乾いてると浮力があるので浮いてしまいました。だリングローザー入れた状態だとしっかり沈んでます。でやはりこのエアリフト式なんですよ、まあ、こんだけエア出してもあまりこう内部動いてないですよね。だから見た目はこう循環してるように思えるんだけど、ここの内部ってのはあまりよろしくない。突出ノズルに突出口をつけてエア量最大、今手で押さえてます。これはポップコーンみたいに弾いてるな。謎の現象が起きてる。突出ノズルのパターン、これも緩やかです。ここに浮いて全然動かない。角型スポンジはということでね、もうちょっとプラストーンでかくても良かったかもしれないですね。中心にこう汚れを吸い取る力っていうのはあまり強くないように感じるんですよ。まあ、かといってこう3つイヤストーン作るわけにもいかないからね。ここは流動式フィルターみたいにこうぐる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 回り出すとちょっと使ってみたかったんだけど、あんまりこう回らないんですよ。ただ嬉しいことにこの真ん中の筒がないんですよね。純正ろ材を使わなくてもしっかりカバーを締めることができる。まあこれ底皿こうほぼないですから、ここ値段高いっていうのはちょっと痛いですね。1個6000近くするんで、ハーフになったことで水槽に入れても使いやすくなった。ジャンボストーンの性能がいいので大突出動に対応した。ただしエアリフト式なので内部循環はあまりよろしくないという、そういう状況でございます。ご視聴ありがとうございました。バイ。